こんにちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーでもみじの葉っぱを作っていこうと思います。まだね、夏なので、夏前なので緑のもみじですね。で、もみじとかね、葉っぱちょっと私苦手なところがありまして、なので今回ちょっと、樹脂粘土で型を作ってしまおうかなと思います。こんな感じでね、適当に色もね、なので別に何色でもいいんですが、当たり障りなく白で作っていますが、別に本当何色でも構いません。で、葉っぱの形に整えていくんですが、ですね、一回りちょっと大きめに作って大丈夫だと思います。あとでこのワイヤーをね、曲げていくときにどうしてもちょっと小さくなりがちなので、少しね、気持ち大きめかなと思っても大丈夫だと思います。こんな感じで何も見ずにやってたんですが、ちょっと形が整わなかったので、ちょっと絵を描いてこんな感じかなと、ね、これはただのコピー用紙なんですが、そこにボールペンで描いて大体の当てを作りつつ、手とかね、あとは、ヘラなんかもしあればね、ヘラとかで形整えた方が綺麗にいくかなと思いますが、持ってなかったので100円ショップでついでに買ってくればよかったんですが、ヘラまではね、なかなか頭が回らなかった。ではこんな感じでね、そうですね、最近ね、お店もね、あんまり長居してはいけないかなという風潮ですからね、ささっと買い物するために、やはり行く前にね、きちんと何を買うか決めていかないといけないですね。はい、こんな感じで、少しやっぱり絵よりも大きいですが、このまま行きます。なのでピンセットの反対側でちょっと形を整えていますが、こんな感じかな。少しくぼませるとこをね、しっかりくぼませて、ちょっとキュッとねさせた方が、あとね、厚みも少しあった方が、乾燥には確かに時間がかかりますが、ワイヤーを巻く上ではね、ちょっとこのくらい厚さがあった方が巻きやすいですね。どうかな、1センチはないと思うんですが、厚さ 0.8 ぐらいかな、あると思います。はい、こんな感じで作り上げたら乾燥させるんですがね、この置いて乾燥させて、裏側にね、途中でひっくり返して裏側もしっかり乾燥させてくださいね。そしたらワイヤーは 0.28 のステンレス製ワイヤーですね、こちらを持って片手でこうして押さえつつ、次のところという感じで置きます。もしやりにくかったら、スタート地点とかね、少しテープで留めたりしてもいいかもしれません。そして一周くるっと、くるっとというわけではないですが、折りつつ、この折り跡をつけつつですね、こんな感じで一周させたら外して、あとはね、根元通しを持ってキュッキュッと巻いていきます。これでね、まかな形ですねができたと思うので、あとは葉っぱらしくするために先端を尖らせます。まずは外側の、どっか行ってしまった、はい、先端をすべて1,2,3,4,6 箇所かな、7箇所ぐらいつまんで尖らせます。この辺はね、普通にいつも通りなので、こんな感じで尖らせたら少し開きます。で、ここの今留めた部分もですね、ここはへこませたいので、中に折り込むようにして内側から押さえてへこませます。そして今からやっていくのは、このとんがりととんがりの間の谷間の部分ですね、ここもとんがらせたいので、キュッと谷間部分もつまんでいきます。これは内側の部分という感じですね、内側のとんがりというか、間もこのように、少しねやりにくいですが、くるくるね、ワイヤー回しながらつまんでいってください。はい、こんな感じで
すべてかな。少しねワイヤー逃げやすいのでね、つまんだら広げていきますって形を少し整えてあげる感じですかね。はい、こんな感じで私は今回これでディップしてしまいましたが、気になる方はねさらに、この片方のワイヤー上に上げてあげるとより葉っぱらしいかなとちょっと後になって思いましたそうだった、ブリッジかけておけばよかったと思ったんですが、まあ今回はねこの形をそのまま楽しもうかな。ちょっとね葉っぱっぽいっていうよりは星形っぽいって言われてしまうかもしれないんですが、まあライトグリーンでねディップしていきましょう。このね型一つ作っておけばね、あと秋になったら少しオレンジっぽいとか赤っぽい色でとかね、お湯が効くのでね、まあちょっとタンスとタンスの隙間に落っことしたんですけどね、この後この後落っことしたので拾わないといけないんですが、まあ後で考えます。そして2つ作ってストレンスナーつけてね乾燥させました。で片方ずつワイヤー切って、結んでしまいます。で片方のワイヤーを切ってあとはメタルビーズをねつけて、このですね、ちょうど結んである部分をね、まあ、補強する意味でもねメタルビーズ通していきましょう。こんな感じで2つぐらい通せればいいかな、2つ3つ通して、まあ、もちろんね1枚ずつでこう作ってピアスにするとかでもいいと思いますし、まあ、今回はねどうしようかなという感じで、まあ、チャームにでもしようかなという感じでこんな感じで止めてくるくると丸やっとこでねつまんで、で余分なワイヤーを切ってあげればこんな感じでね完成となります。